はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はデッドクラフトの方を約30時間ほどプレイしてトロフィーコンプリートまで完了しましたので、いつも通り私の正直な感想の方をやっていきたいと思います。初見ストーリークリアにかかった時間が約15時間、トロフィーコンプリートは約30時間ほどで完了となりました。まずはじめにいつも通り私の正直な感想から述べますが、このゲームはコンセプト特化にもゲーム性特化にもどちらにも寄せることができなかった中途半端なザ・ボンゲーというのがこのゲームに対する私の感想です。このゲーム一応ゾンビものとしてはギャグ寄りのゾンビゲーとして、まるでギャグ特化のハウトゥーサバイブ、ギャグトゥーサバイブといった感じの出来にはなっていますが、あくまでも私の心象としましてはこれはギャグ特化ゾンビゲーなんだという感じで作り上げたいという開発者の強い意志が感じられるわけでもなく、あくまでもよくあるゾンビもののストーリーをギャグ風味に味付けしただけですよといった感じの強さでしかありませんので、テーマコンセプト特化ゲーと呼ぶにはかなり弱いかなと思います。ゲーム性自体もよくあるゾンビものとして素材を集めて装備や施設を作って進めていくだけのありきたりのものでしかありませんので、こちらも劣化ハウトゥーサバイブといった感じでしかありません。ゾンビを栽培してゾンビを素材とし装備を作ったり施設を作ったりという要素があるにもかかわらず、このクラフト系というのはただ単にゾンビを素材にして作るだけということなので非常にもったいないです。ゾンビを素材にしたゾンビウェポンを作ったら面白いんじゃないかというのであれば、せめて素材にしたゾンビのステータスや特性に応じて作ったゾンビウェポンのタイプが変わるぐらいのことはやってほしいものです。施設も同様で、ただゾンビを原材料とした施設を作っているだけで特にこれといったこだわりも感じませんので、せめてゾンビ発電機を作って惑星シム系のようにそのゾンビ発電機から他のゾンビ施設に電力を供給したり、労働能力の高いゾンビを使うことによってゾンビファクトリーなどを作り、そのゾンビファクトリーの性能が上下するといったゾンビを使うということの意味を持たせたうまいゾンビ施設があれば違うのですが、このゲームには何もありません。他にも栽培したゾンビを合体させてどんどん強くさせていく悪魔合体ならぬゾンビ合体というシステムがありますが、こちらカンストゾンビを作るのはただ2個1作業でどんどん合成していけば攻撃力などの数値が上がっていき、最終的にカンストゾンビが作れるという微妙なシステムではありますし、なおかつひどいのがこちらのカンストゾンビネットワークを利用したゾンビショップを使うとなんとお手軽にカンストゾンビが買えてしまうという現状になっていますので、一応ゾンビ合体というシステムが付けられているといった程度だと思ってください。このような感じで王道のゾンビものにギャグ要素やいろいろなコンテンツをぶち込んで作り上げられてはいますが、一つ一つの要素はただ付けただけといった程度ですので、これを特色と呼ぶにはかなり弱いです。よってこのゲームを非常に分かりやすく紹介するのであれば、ロープライスのゾンビゲーとしてかなりの良作であった How to Survive をゲームシステム的に劣化させて、いろいろなギャグ要素やコンテンツ要素を盛り込んだギャグ to Survive というのが分かりやすいかなと思います。総合評価としましては、一応ロープライスゲームということであり、遊べることは遊べる劣化ハウトゥーサバイブのギャグ特化仕様、これらをもろもろで考えるとこのゲームはボンゲーかなというのが私の感想です。ということで今回はプラチナトロフィーを世界最速で獲得する程度にはやり込んだ微妙なギャグトゥーサバイブデッドクラフトについてのいつも通り私の正直な感想になりました。